チャージができるか、球が打てるか、シールドチャージができるか、はい、こんにちは、ベリックの元木です。ここの4つの確認を、本日お届けする大会は、波動サマーカップ2018の予選大会2日目の様子を、ここサードプラネット横浜本店さんよりお届けします。はい、今もう開会式始まっておりますね。はい、本日は、全9チームの、チームに集まっていただいて、1位2位のチームが、波動サマーカップ本戦の出場権を手にするという、予選大会になってます。さあ本日の対戦表ですね、見てみましょう。全9チームがですね、第1ブロック第2ブロックに分かれて、それぞれのブロック上位2チームが、決勝トーナメントに進出できるという形になってます。ただいまよりサマーカップ予選始めていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。さあ間もなく波動サマーカップ予選大会2日目始まります。第1ブロック第2ブロックの試合、はい、それじゃあ、レッドサイド、ロイス VS ブルーサイドワロコの試合を始めたいと思います。両チームともにで、ね、シャープ2お願いします。第1試合は、ワココロ対ノエシスという対決です。本日最初の試合ですね。じゃあ盛り上げていきましょう。いきます。さあ始まります。ワココロ対ノエシス、参りましょう。波動ファイト。さあ返しました。先制点取ったのはワココロですね。ちょっとね、 N が追いついてはいないですけれども、試合の方は始まっております。ヘシコ選手がシールド3ですね。両チームともかなりシールドを出してきておりますね。さあ、差は1対2、リードのノイシス。しかし、ワココロもポイントを取ってきました。さあ、このチーム、非常に力が拮抗してるなという印象なので、すごいいい戦いになると思っているんですが、その通り、いいですね、40点差。さあ、1点取り合って5対6、残り40秒来たというところで、さあ、ノイシスはポイントを1点取ってきています。そうですね、ノイシスの方が、シールドヘッド選手もないので、後半厳しい戦いになってくると思いますが、さあ点差は徐々に広がっていきますね。5点差ですね。さあ残り時間が20�秒、12対8、4点差。さあただ落ちてきました。3点差。さあ心追いつくことできるか。まだいける、まだいける。残り時間10分切った。さあ10対2、さあ2点差。さあただパラメータ的にはやはり厳しいですが、1点差。さあただ次1点入れたのはノイシス。さあここで終了です。12対14でノイシスの勝利ですね。まず1本目はレッドサイドノイシスの勝利です。おめでとうございます。はい、それではレッドサイドあなたでとしたの次の試合ですが、第2ブロックの第1試合ですね。ブルーサイドがあなたってときたま土の香りがする、レッドサイドがアヒル組という試合です。さあそれでは30分経過開始です。あなた土の方は、本日三浦選手が秋田から帰ってきておりますね。フルメンバーでの戦いとなります。さあそれでは試合の方を始めていきましょう。さあ始まります。アナツチ対アヒル組。まずは参りましょう。ハローファイト。さあ試合開始です。さあ先制点いいですね。4枚抜きでアナツチが先制しております。さあ1点取り合って2対1。さあ山沢選手がシールド2ですね。さあ点差を広げていきますね。やはりシールドがうまく機能してるんでしょうか。さあ点差広がって5対1。さあヒル組も、まあ、最近すごく力つけているんで、後半食らいついていけるかどうかですね。残り40秒といったところで点差は8対4、4点差。いいですね。外から米津選手が非常にいい声出てますね。アヒル組の方ですね。さあ点差はなかなか縮まらず、いまだ4点差ですね。さあ間もなく残り20秒。
さあ4点差、ヒルグ見つめることできるでしょうか。さあもうシールドは山沢選手もないですからね。さあ残り10秒粘れるかどうかというところですが、さあこのまま点差は保ったまま試合終了ですね。13対9であなたって時たま土の香りがするが勝利です。次の試合がブルーサイドがマックスファクター、レッドサイドがエクスペンダブルスという試合です。完全にエントリーも完了しておりますので始めたいと思います。それでは行きましょう。しゃあ、はい、さあマックスファクター対エクスペンダブルス試合開始です。ファイト。さあ今回は神さん選手前衛ですね。さあ伊右衛門選手、翔吾選手がシールド2に振って、前衛が神さんというフォーメーションですね。さあいいですね、接戦接戦、3対3。さあまだ行く、マックスファクターの方はまだシールドは使ってきてないですね。シールド2に振っているが、まあ、後半勝負というところでしょうか。さあ8対3。さあここで翔吾選手1枚出してきましたね。エクスペもほぼ1枚出してきますが、さあここからシールド展開していくような作戦で点差詰めることができるでしょうか。マックスファクター、これがまもなく30秒。さあいいですね、徐々に点は詰まってます。6対8、2点差ですね。さあ1点差。さあ残り20秒で2点差。さあ1点差。さあここで追いつきますね、いいですね。さあシールド翔吾選手3枚すでに出して、イエモン選手も最後出しましたね。さあこれのイエモン選手のシールドで追いついて逆転まで持っていけるんでしょうか。さあ追い逆転しました。さあ2点差。ああ素晴らしいですね、マックスファクター。これ見事に作戦はまった感じですね。シールド最後に温存してシールド出してる間に最後逆転まで見事持っていくことに成功しました。いい試合ですね。さあ次の戦いですが、ブルーサイドがスラムディーバ、レッドサイドが性別迷子という試合です。それでは行きましょう。よいしょ。さあ試合開始です。スラムディーバ対性別迷子。さあ始まりましたが、先制点、3点連取しているのはスラムディーバですね。さあ安定感選手がシールド4から目立ってますが、さあ点差広がってしまいますね。すごいですね。7対1、6点差。さあ、アッチェガー選手は2枚目のシールドですね。さあ、ここで破られてしまって、さあ、残り40秒後半。さあ、スラムディーバの方がすごいですね。全員3331と、まあ、王道のパラメーターですが、非常に強いですね。さあ最後残り20秒というところでシールドを徐々にスラムディーバの方も使用しだしていますね。さあ15対3。さあ間もなく残り10秒というところで点差すごいですね。13点差。さあ間もなく終了しますが、最後も点を重ねてで試合終了ですね。21対4でスラムディーバの勝利です。スラムディーバの勝利です。おめでとうございます。それではレッドサイドに問わずバージョンブルーサイド、次の試合ですが、ブルーサイドが和心、レッドサイドがリトワズという試合です。はい、それではただいまに30秒開始です。さて、リトワズの方は、あまり普段参加しない選手ですね。原田選手という選手が本日は参加していますね。あとは社長選手と久我選手という構成です。
さあ和心対伊藤は試合開始です。さあ先制点和心取ってきましたね。さあシールドもヘシコ選手がこれは一気に3枚張ってるんですかね。さあ一方伊藤はの方は原田選手がシールド3ですね。さあ点差は4対1序盤のシールドでのアドバンテージを生かして点差広げております。7対1さあやはりそうですね、最初にヘイコ選手がシールドを全て使い切りましたね。さあ原田選手はシールド残り1枚そうです。さあ伊藤は後半に向けてもシールドはヘイコ選手は出せないので、ここから点差詰めていきたいところですが、さあやはり和心も非常に最近強いですからね、なかなかこの9点差詰めるの難しくはなってきますね。残り20秒を切ったところで点差は広がります。11点差さあここで点差広がって終了ですね。16対6で和心が勝利します。和心の勝利です。おめでとうございます。さあ次はですね、第2ブロックの第3試合です。ブルーサイドがスラムディーバ、レッドサイドがアヒル組という試合です。はい、30秒計測終了です。アヒル組の方はですね、翔選手が先日のビギナーズカップで優勝してますので非常に力つけているチームですね。スラムディーバ相手にどういう戦いできるでしょうか。さあ先制点そのアヒル組ですね。さあ2点練習、さあただすぐ繰り返して1対2。シールドプレイヤーはいないですね。アメハチ選手だけが、ちょっとシールド、3-3-3-1ではないというようなパラメーターですが、さあここで5対5追いつきます。スラムディーバさあいいですね、非常にいい戦いですね。アヒル組3点リード。さあ後半戦がやはり実力差が出てくるところになりますので、さあ後半戦アヒル組リードキープできるでしょうか。さあ点はあまり動かず、さあここで動きましたね。8対9、8対10、2点差キープのまま残り30秒。さあ1点差まで追いつきました。ここでシールドをスラムディーバー展開しながらの戦い。さあここで逆転です。スラムディーバー12対10。さあ昼組追いついてオーバータイム持っていくことできるでしょうか。さあ13対12。さあ残り10秒。さあスラムディーバーもシールド出しながらの戦いですが、さあ2点差を詰められず惜しい点差ですね。16対15でスラムディーバの勝利です。いやいい戦いですね。さあシャート選手が全て MVP 独占してます。さあ次の試合は第1ブロックの第4試合、ブルーサイドがエクスペンダブルス、レッドサイドがノイシスという試合です。それでは行きましょう。さあエクスペンダブルス対ノイシス、試合開始です。さあノイシスの方が両サイドにシールド展開していきますね。さあ鈴木優也選手が 3-3-2-2 とシールドに振っております。さあノイシスの方はシールド振らずですね。さあ序盤制しているのはエクスペンタブルですね。5対2、3点差。さあ、いいですね。キペンタル君の方が非常に点を加算していきますが、さあ残り40秒後半戦というところで、さあ鈴木優也選手シールを振ってますが、まあ、前衛張っていいですね。定期的にシールを張ってくるような形ですね。さあ12対5、残り20秒。
あ、もうシールドはありませんので、ね、後半戦ノイシスどこまで点差詰められるでしょうか。さあここ9点差ですね。さあ追いつけず、ここで試合終了、16対8でエクスペンダブルの勝利です。いや、シールド全部使い切り、かなりうまいですね、これは。では、レッドサイド、戦術前を回る、ブルーサイド、新たに出ての西の香りがするが、試合を始めたいと思います。次の試合は第2ブロックの第4試合です、ね、ブルーサイドがあなたたちの土の香りがする、レッドサイドが性別迷子という試合です。それでは試合の方行きましょう。さあ試合始まります。あなた土対性別迷子、参ります。ハローファイト。さあポン選手、安定感選手がシールド張っていく展開ですね。さあポン選手、安定感選手が3-2-3、1-3-3-3と、シールド3ですね、対するアナツスの方は全員とも3-3-3-1という非常に王道なパラメーターで挑んでいきますね。さあ序盤はシールドの効果でしょうか、1対5、4点差で性別迷子がリードです。さあただここからやはり後半戦、アナツの方も詰めていきますね。逆転しています、7対5。さあ性別迷子は食らいついていきたいですね。さあ安定化選手がシールド出して、さあポー選手も出せるでしょうか、出しましたね。さあここで3点差詰めておきたいところですが、さあ早いですね、アナツもしっかりとシールドを破っていきます。さあもう攻め迷子はシールドなしですね。さあこの状態で残り7点差詰めるのは厳しいですね。さあ残り5秒。さあナツチが点差を広げて試合終了です。18対9であなたと得点は土の香りがするが勝利です。さあ次の試合ですが、第1ブロックの第5試合ですね。ブルーサイドがマックスファクター、レッドサイドがイトワズという試合です。それでは行きましょう。さあマックスファクター対イトワズ、試合開始です。さあ先制点イトワズですね。さあイトワズの方もシールド非常に厚いですね。原田選手はやはり 1-3-3-3 とシールドに出てきます。対するマックスファクターも、正吾選手、ゆえも選手がシールド2という戦い方ですね。さあ先ほどとはただ違って、マックスファクターの方は上さん選手前衛ではなくて、後ろですね、後衛にしながら、正吾選手とゆえも選手がいやいや、中衛というところでしょうか。さあ点数は4対4追いつきました。4対4同点です。残りが40秒後半戦です。さあ次の1点どちら入れるんでしょうか。さあ1点ずつ取り合って5対5、未だ同点ですね。さあ両チームともシールドをうまく使っているので非常に、ロースコアな展開になってきていますが、さあいいですね、イエモン選手がやはり非常にヒットレート高いですね。さあ1点入ったのがイトワズ、6対7で1点リード。さあ原田選手はもうシールドないですね。マックスファクターも全員シールドを使い切ってます。さあここからはシールドなしで戦いですね。さあ同点8対8。さあこのまま1点リードはマックスファクター。さあここで最後ギリギリ点を入れて勝利したのはマックスファクターです。9対8でマックスファクターの勝利です。で、この勝負、ブルーサイド、マックスファクターの勝利です。おめでとうございます。さあ、次の戦いの前に、対戦表ですね、見てみましょう。さあ、第2ブロックの方なんですが、こちらですね、1チームちょっと少なくて4チームでの、総当たり戦という形なので、もうこちら結果、決勝トーナメント進出決まってしまってますね。現在2勝0敗のスラムディーバと、なたってとっても土の香りがするが、決勝トーナメント進出をすでに決めております。
次の試合はですね、アヒル組対性別迷子という形で、まあ、0勝2敗同士の戦いなんですが、1勝を手にするのはどちらかというような試合ですね。さあブルーサイドが性別迷子、レッドサイドがアヒル組という試合です。さあアヒル組の方は、ヨネ選手が本日初出場という形ですね。さあヨネ選手はシールドプレイヤーという印象があるので、さあ今回どういうパラメーターなんでしょうか。さあ性別迷子対アヒル組、一勝をかけての戦いになります。さあ試合開始です。さあ1点が打ってきました、レッドサイド。さあやはりヨネ選手が 1-2-3-4 でシールドですね。さあ、安定化選手もコン選手もシールドに振っていますね、性別迷子の方ですが。さあ点差は1対4で、3点差アヒル組、4点差のリードです。やはり翔選手非常に上手い選手、ゲーム力がある選手ですので、まあ、翔選手がどれだけ点を取れるか、まあ、それを米選手のシールドがどれだけ、防御できるかというようなアヒル組になると思いますが、さあ点差5点差4対9。いいですね、翔選手、ルヒア選手も非常にヒットレート高いですね。さあ5対11、残り20秒というところで点差は6点差。いいですね、米選手のシールドも非常に効いてますね。さあ届くのか、この6点差、12対6。さあ点差は6点差、なかなか縮まりませんね。さあこのまま1点返して試合終了、8対13でアヒル組の勝利です。レッドサイドアヒル組の勝利です。おめでとうございます。さあ第1ブロックの方も、対戦表を見てみましょう。現在、全チームとも2試合が終わったところですね。現在1位は、マックスファクターですね、2勝0敗、2位が、得失点差の兼ね合いで和心が2位につけてます、1勝1敗。ただですね、3位エクスペンタブルス、4位ノエシスともにですね1勝0敗ですので、ここからの後半の試合によってはいとわずもですねまだまだチャンスはという形で、どのチームにもまだ決勝トーナメント進出が可能性があるという展開です。非常に混戦の展開ですね。ではレッドサイドエクスペンタブルスブルーサイド和心の試合を始めたいと思います。ブルーサイドが和心、レッドサイドがエクスペンダブルスという試合です。両チームとも1勝1敗で迎えている3戦目ですね。こちらに勝利したチームが決勝トーナメント進出に非常に大きな1勝となると思います。それでは参りましょう。さあ非常に注目の一戦ですね、和心対エクスペンダブルズ。さあ試合開始です。さあいきなりですね、ロゼ君選手が鈴木優也選手相手に4枚抜き、さあ次も4枚抜きですね、2対0。さあ4-3-2-1、4-3-2-1、3-3-3-1という和心ですね。さあエクスペンダブルズの方もシールドプレイヤーはいないですね。さあ点差は5対2、3点差。さあエクスペの方は優也選手がやはり前衛で、ひのちゃん選手と渋さん選手が後衛というようなフォーメーションですね。さあ対する和心の方はペシコ選手が前衛ですね。ロゼ君選手と DU 選手が後衛というフォーメーション。さあ点差広がっていきますね、11対5。さあエクスペの方そろそろ差を詰めていきたいですね、残り20秒。さあ13対8、点差は5点差。9対14、5点差がなかなか縮まらない。なかなかやはり和心も動いてますのでなかなか難しいですね。さあこれで試合終了です。16対11で和心の勝利です。
はい、それではレッドサイドスタンディングバーサスブルーサイドあなたと時と松。さあ次は第2ブロックの最終戦ですね。ブルーサイドがあなたと時と松の香りがする、レッドサイドがスラムディーバという試合です。それでは試合を始めていきたいと思います。それでは参りましょう。さあ試合が始まります。アナツチ対スラムディーバ。はい、ファイト。さあ先制点はアナツチですね。さあアナツチの方が全員3331、スラムディーバの方が3241、3331、3322と、アナツチ選手が、チールド2に振っていますね。さあ点数は点差広がりますね。5対0、アナツチが5点リード。さあこの試合に勝った方が、第2ブロックの第1通過になるというような試合です。さあ大量リードですね、アナツチ。さあ残り40秒後半戦というところで7対1、6点差です。さあいいですね、非常にアナツチの方がうまいですね。さあ今回は山沢選手が前衛ですかね。ちょっと今までにあまりないフォーメーションに見えますが、さあ非常にうまく機能しているようですね。さあここで島田選手も前に出てくる。さあ残りが間もなく10秒というところで16対5、11点という大量リードですね。スラムディーバ相手に大量リードを奪っています。さあここで試合終了、18対6で放たれた球、土の香りがするが大量リードで勝利しております。さあ島田選手が MVP 独占という結果ですね。さあ次の試合です。ブルーサイドがエクスペンダブル、レッドサイドがイトワーズという試合です。はい、それでは試合の方を始めたいと思います。いきましょう。まあ、エクスペンダブルズ対イトワーズ、参ります。試合開始です。ファイト。さあエクスペンダブルズとしては決勝トーナメント進出に向けてはもう一戦も落としたくないところですね。さあ点差は2対0。さあ鈴木優也選手が3322、対するイトワーズの方原田選手は1333と、それぞれ優也選手が2、原田選手が3というシールドです。さあイトワーズの方しっかりとシールドを張っていますが、エクスペンダブルズの方はしっかりと、壊しながら点を取っていきますね。点差は4対1、3点差。さあまだ点差はただ広がっていないので後半イトワーズ、点盛り返していけるとは思うんですが、やはり徐々に点差広がってきますね。エクスペンダブルズの方点数を重ねていきます。さあ宇野ちゃん選手非常にヒットレート高いですね。 60% 前後というところで非常にいい動きしてますね、宇野ちゃん選手。さあ10対4。さあ間もなく残り10秒というところで点差は8点。さあエクスペンダブルズの方は全てシールド使い切りましたね。さあ非常にうまい試合運びで勝利ですね。13対6でエクスペンダブルズが勝利です。この勝利でブルーサイドエクスペンダブルズの勝利です。おめでとうございます。では、レッドサイドの方さあ次の試合です。ブルーサイドがマックスファクター、レッドサイドがノイシスという試合です。さあここまでマックスファクターは2勝0敗、ノイシスは1勝1敗というところで両チームとも3試合目なんですが、本日非常にマックスファクター調子が良さそうですね。さあここのところずっとビギナーズカップ、アドバンスカップにも出場しているので非常に試合をこなしてここまで、調整してきているような印象ですね。それでは参りましょう。さあ始まります。マックスファクター対ノイシス。さあマックスファクターの方は神さん選手が前衛、家本選手、翔吾選手が後衛というような展開ですね。ただ神さん選手シールド5ですね。1135、翔吾選手も3に振ってます。
対するノエシスは勝利選手、塩塩選手は3331、戸村選手が4321ですかね。さあ非常にマックファクターがまた今までと違うパラメーター出してきましたね。さあ上沢選手とイエモン選手がピタッとくっついて打っていますね。さあ上沢選手のシールド5がもう生かそうという形でしょうか。あ、ただ上沢選手なかなかシールド3個で貼れましたね。さあイエモン選手と上沢選手がくっついてシールド5に隠れる。翔吾選手はシールド3で自分で守って攻撃するという展開ですね。さあ残り20秒、いいですね。7対8、1点差。さあ非常にいいですね。マックスファクター戦い方が面白いですね。さあシールドはもうないですね。さあ残り10秒。さあ2点差追いつくことができるでしょうか、マックスファクター。さあ1点差。さあ落とすことできるか。さあただ1点重ねとのノエシス、8対10でノエシスの勝利です。さあただいいですね、マックスファクターは試合のたびにいろいろな試合展開見せてくれますね。さあ次の試合が、ブルーサイドがノエシス、レッドサイドがイトワズという試合です。さあここまで戦績としては、2勝1敗がノイシス、0勝3敗がイトワズというところですね。さあ始まります、ノイシス対イトワズ。さあノイシスとしては決勝トーナメント進出に向けて負けられない一戦ですね。さあただ点を取っていったのはイトワズですね。2対0。さあ原田選手が1234、シールド4ですね。さあ戸川選手が4321、塩選手、勝利選手が3331というノイシス。さあイトワズいいですね、リードしてますね。3対6、3点差。さあここでイトワズが勝つとかなり混戦になってきますね。さあ点数残り、40�秒というところで5対8、3点差でイトワズリードです。さあただ後半やはりノイシス強いですね。さあシールドあるうちにもうちょっと点取っていきたいとはず。さあ逆転していますノイシス。さあ残り20秒。さあイトワズ食らいついていきたいですね。さあ残り10秒。さあ次の1点取ったイトワズ。さあただすぐ取り返して点差を広げていきます。残り5秒。さあ追いつくことできるかイトワズ。さあただ惜しい1点差ですね。惜しかった。試合終了です。14対13でノエシスが勝利です。13対14でこの勝負、ウルサイドノエシスの勝利です。おめでとうございます。さあ第1ブロック、対戦表を見てみましょう。最終戦、マックスファクター対和心の試合を残したところで、現在、1位が3勝1敗で全試合終えているノイシス、2位が和心2勝1敗、3位がすでに試合を終えているエクスペンダブルズ2勝2敗、4位がマックスファクター2勝1敗というところなんですけども、次の、マックスファクター対和心で、勝利した方が決勝トーナメント進出するという形ですね。ノイシスの方はすでに試合を終えているので決勝トーナメント進出は決まっていますね。レッドサイドマックスファクター対ブルーサイド真心対レッドサイドマックスファクターの試合です。よろしくお願いします。はい、やったらウィンサンデル開始です。さあ現在2勝1敗同士の2チーム、こちらの試合に勝った方が決勝トーナメント進出決めるというような試合です。さあそれでは試合の方始めたいと思います。行きましょう。さあ予選最後の試合です。和心対スパクタ試合開始です。さあ試合
さあヘシコ選手が今まで通りシールドすべて使い切りますね。さあただシールドは振ってないですね。さあ上さん選手が1-3-5、翔吾選手が3-2-2-3と先ほどの試合と同じような形ですね。ただまだ上さん選手シールドさあここで出しました。さあここで上さん選手と家元選手くっついての攻撃。さあ先ほどと同じような戦い方ですね。さあただ点リードしているのは6-2で和心。さあただこの作戦で点差詰めていきますね。残り40秒、6-3。さあこれはマックスファクター追いつくことできるでしょうか。さあやはり5のシールドを潰そうとしている間に翔吾選手もしっかりと当てていこうというところで、さあ追いついてきました。1点差、残り20秒。さあいいですね、非常に面白い戦いです。さあここで追いついた。さあもうあとはシールドないですね。さあ残り10秒。さあここで追いつく。さあ次の1点は和心が、さあ2点入れたマックスファクターを打つことができるか。さあここで追いつけず試合終了。さあ最後すごいいい戦いだったんですが、辛くも勝利したのは和心です。さあこれで和心が決勝トーナメント進出を決めたという形ですね。というわけで予選リーグがすべて終了しました。第1ブロック1位通過を決めたのは和心、2位通過がノイシスという結果です。第2ブロックの方が1位通過が、あなたって時とも土の香りがする、2位通過がスラムディーバという結果です。レッドサイド和心対ブルーサイドスラムディーバ準決勝。さあ決勝トーナメントの1試合目ですね。ブルーサイドがスラムディーバ、レッドサイドが和心という試合です。スラムディーバの方は第2ブロックを2位通過、和心の方は第1ブロックを1位通過で、この決勝トーナメント第1戦準決勝ですねに挑んできております。今回の予選大会はですね、上位2チームに本戦出場権用意してありますので、この試合に勝った方がサマーカップ出場権を手にするという形ですね。スラムディーバ対和心。さあまずは第1セットです。さあ両チームシールド展開していきます。さあやはりヘシコ選手が全てのシールドを最初に使い切るという作戦ですかね。さあ大事な準決勝、トゥルン選手が今回の予選大会初出場ですかね、しております。はいですね、序盤のシールドのアドバンテージを利用して和心が、大量リードを奪うことに成功しています。1-6で5点差。さあすごいですね、和心もうすでに全員シールドを使い切るという戦い方。さあ残り後半戦40秒で4点差をキープしたまま終えることができるでしょうか。さあスラムディーバー全員3-3-3-1という、パラメーターです。さあ後半残り30秒で5点差。さあスラムディーバーの力ならば追いつける点差ですが、さあ和心最後逃げ切ることできるでしょうか。残り20秒。さあ点差はさあ3点差をキープしています。さあスラムディーバー追いつくことができるか。さあお互い点取り合って4点差。さあいいですね、非常に和心の粘り。さあここで試合終了。さあ面白い試合運びしましたね。和心10-13で勝利しています。まず第1セット勝利したのは和心です。スラムディーバ対和心、1セット目を制したのは和心です。さあ次のセット、スラムディーバが勝利すると最終セットにもつれ込む、和心が勝利すると、和心が勝利となって、本戦出場権を手にするという試合です。さあスラムディーバ対和心2セット目です。さあやはり今回も和心は最初にシールドを使い切っていきますね。ただ今回はヘシコ選手も4-3-2-1とシールドは1ですね。さあリーユ選手も4-3-2-1
ね、スラムディーバーの方は全員3-3-3-1という先ほどと同じパラメーターで、さあ序盤の攻防を制しているのはスラムディーバーですね。4-3、ただ1点差ですね。さあここで追いつく、ただすぐ1点返して5-4、6-4。さあ残り40秒、後半戦。さあ点差2点、3点に広がっていきますが、さあここで徐々にシールドを展開しながら逃げ切り体勢を徐々に測っていくスラムディーバー。さあ点差は5点差。さあ残り20秒。さあワゴンコロは4点差跳ね返すことができるでしょうか。さあスラムディーバーとしては全てシールドを使い切ったので、あとは逃げ切りたい。残り10秒。さあ点差広げていきますね、スラムディーバー。さあここで試合終了、14-9で第2セットはスラムディーバーが制しています。さあこれで、本戦出場権の行方は最終セットにもつれ込みます。では3本目いきたいと思います。これで勝った方が決勝戦進出です。いきましょう。さあスラムディーバー対和心最終セットです。この試合に勝った方がサマーカップ出場権を手にするという試合です。さあ先制点どちらに入るでしょうか。さあ今回はプルン選手は 3-3-2-2 ですね。さあ今までとは戦い方変えてきています、和心。さあ序盤は3-1でスラムディーバー、4-1で3点リードですね。さあ間もなく後半戦というところで点差は4点差。さあトゥルン選手のシールドはあと1枚ですね。さあただ和心としては3点差まだまだ逆転可能性非常に高いですので、さあ残り30秒。さあ後半戦どういう試合展開になっていくでしょうか。さあ1点差まで詰めた。さあ残り20秒で4点差。さあ徐々に厳しくなってきます、和心。さあ和心詰めることできるでしょうか。残り15秒。さあ残り10秒。さあ12-6、ダブルスコアになってしまいましたが、さあ詰めることできるか和心。さあただここで試合終了。見事最終セット制したのはスラムディーバです。この試合の勝利によってスラムディーバがサマーカップの進出、出場権を手にしました。さあ決勝トーナメント、第2戦ですね。第2ブロック1位通過のあなたってとっても質の香りがする、はい、第1ブロック2位通過のノエシスという試合です。さあ先ほど、第1セットを行ったんですけども、ちょっと穴土の方の、デバイスの不調が、不備がありまして、再試合となっております。それでは参りましょう。さああなたってとっても質の香りがするバーサスノエシス第1セットですね。試合開始です。さあこちらの試合勝利した方が、まず第1セット選手という形で、2セット選手でこの試合勝利したチームが、本戦出場という形になります。さあ序盤の攻防2-3で、ノイシスの方が1点リード。さあ追いつきました。4-4、同点。さあ非常に接戦ですね。さあ手の取り合いといった試合でしょうか。さあ5-6、ノイシス1点リード。さあすぐ追いつく。さあ山沢選手が 3-3-2-2、 やや厚いシールドに振っています。さあ残り30秒で9-7、2点差。さあノイシスの方もまだまだ逆転可能性は非常に高いですね。さあ11-9。さあ残り20秒。さあここで1点ずつ取り合って12-11、1点差。さあここで打ちきます。12-12。さあナッツの方はもうシールド出し切っていますが、さあ14-2。さあ点差広げる、3点差。さあここで
試合終了16対13、1セット目を先取したのは穴土ですね。それでは2本目いきたいと思います。参りましょう。さあ、あなたって時と松の香りがするタイノイシス2セット目です。さあ、こちらの試合穴土が勝利すると、決勝進出、サマーカップへの出場権を手にするという形です。さあ、全員パラメータは3331ですね。さあ、この同じパラメーターの中でどれだけ球数とヒットレートを上げられるかというような試合でしょうか。さあ、4対2、穴土が2点リード。さあ、ここで1点差まで、さあ追いつきました、ノイシス。さあ、ノイシスはもう負けられないので、ここ何としても勝利したいところです。さあ、1点差。さあ、勝利選手は前衛で向かってますが、そうですね、ちょっとなかなかヒットレート出せてないですね。さあ、ここで追いついた8対8。さあ、次1点どちら取るでしょうか。9対10、1点差のノイシスリード。さあ、ノイシスこのまま2点差ですね、キープできるでしょうか。さあ、ここで最後、さあ広げた。さあ、3点差このまま。さあ、最後追加して試合終了、10対15でノイシスが1セット取り返しました。さあ、非常に塩瀬選手が貢献度高いですね。はい、さあ、穴土対ノエシスの準決勝3セット目ですね。こちらの試合に勝利した方が決勝進出とサマーカップ出場権を手にします。さあ、試合開始です。さあ、先制点はどちらに入るでしょうか。さあ、穴土入りました。さあ、山沢選手が3322というパラメーターですね。さあ、ノイシスの方は全員3331というパラメーターですが、さあ、序盤の攻防を制しているのは穴土ですね、4対2。さあ、ただ1点差、4対3。さあ、ここで追いつきます。さあ、三浦選手が後衛、山沢選手が前衛という穴土の方ですね。さあ、ノイシスの方は先ほどと同じように勝利選手は前衛ですね。さあ、点差は3点差、9対6。さあ、ここでシールド貼っていきますね、山沢選手。さあ、残り25秒。さあ、11対8、3点差。さあ、残りラスト20秒。さあ、ノイシスの追いつくことができるでしょうか。さあ、5点差。さあ、追いつけるか、ノイシス。さあ、2点差まで攻めよった。さあ、逃げ切れるか、ナツチン。そう、ギリギリ1点差。さあ、ギリギリの残りましたね。穴土の方が13対12で勝利。さあ、この勝利で決勝進出とサマーカップの出場権を手にしました。おめでとうございます。はい、では一旦デバイスを回収してください。さあ、決勝戦が始まります。ブルーサイドがあなたにとった松の香りがする、レッドサイドがスラムディーバという試合です。さあ、見事サマーカップ出場権を手にした穴土と、スラムディーバによる決勝戦ですね。もうすでに、出場権は手にしているんですけども、最後勝利して本戦に迎えるのはどちらのチームでしょうか。さあ、穴土対スラムディーバ、まずは第1セットです。試合開始です。
なパラメーターですが、やはり山沢選手が 3-3-2-2 振ってきてますね。スラムディーバーの方は全員 3-3-3-1 といういつも通りの戦い方ですね。さあ序盤の攻防2-3、1点リードでスラムディーバー、ただすぐ追いつきます。3-3。さあここで4-4、未だ同点ですね。さあスラムディーバーの方が非常に前半シールドを使いながらの戦い方、アナクシの方は山沢選手ここで 2枚目ですかね、シールド2のシールドを、2枚目貼りました。さあ終盤に向けて、逆転していこうというアナクシですね。さあただ点差は5-10で5点差。さあ残り間もなく20秒。さあスラムディーバーが大量リードしていますね。さあちょっと三浦選手が球出せてないですかね。さあここで試合終了、7-18、大量リードでスラムディーバーが勝利です。2本目ですね、行きましょう。さあ夏地対スラムディーバの決勝戦2セット目です。参ります。さあ試合開始です。さあ1セット目を制しているのはスラムディーバー、この試合に勝利すると予選大会優勝という形になります。さあパラメータ全員 3-3-3-1 ですね。さあ山沢選手は今回も前衛、 AC 選手と島田選手は後衛、やや島田選手は、真ん中あたりですかね、前に出ながら打つというスタイルですね。さあ点差は3-2で、4-2で2点リード足立。さあスラムディーバーの方はシャート選手がやはり前衛で、挑んできてますね。リー選手とアニキ選手が、後衛。さあ残りが間もなく30秒というところで6-3、3点差、アナツシリードが続いています。さあ後半戦スラムディーバー追いつくことできるでしょうか。さあラスト20秒。さあ5点差キープすることができるでしょうか。アナツシ4-11。残り10秒。さあ点差広がって6点差。さあさすがにこれを返すのは厳しいか。あここで試合終了。さあ2セット目取り返したのは夏氏です。2本目はプレーサイド夏氏の勝利です。ありがとうございます。はい終了です。さあサマーカップ予選大会決勝戦最終セットまでもつれ込みました。アナツチ対スラムディーバ。それでは参りましょう。さあこちらに勝利したチームが優勝という形になります。さあ注目の第3セット試合開始です。さあいきなり先制点ですね。4枚抜けアナツチの方が1点先取しました。さあパラメータはやはり山沢選手が 3-3-2-2 と、得意なパターンですかね。さあ一気に点差広げます。4-0。さあ序盤大量リードしているのはアナツチです。さあここで1点返す。さあスラムディーバーここから点差詰めることできるでしょうか。あいいですね。アナツチの方が非常に攻撃成功してますね。8-2。さあ今回最終セット兄貴選手が前衛ですね。これちょっと珍しいんじゃないですかね。さあ徐々に点数詰めてきました。9-6。ラスト20秒。さあ2点差。さあ1点差まで追いつく。さあ夏地最後10秒逃げ切ることできるでしょうか。2点差。さあ優勝して本戦出場を決めることができるのはどちらでしょうか。さあ3点差ここで試合終了。さあ見事予選大会優勝を決めたのはあなたって得点は土の香りがするです。おめでとうございます。1位は、あなたって得点は土の香りがするです。おめでとうございます。
それでは次の大会でお会いしましょう。さようなら。